まちゃん、こんにちは。こんにちは。なんでその名前が終わったみたいな言うんですか。松本裕介選手、はい、プロテスト終わって二次テスト落ちて、はい、一発目の撮影と、はい、いうことで、今日からまた頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ今日はまっちゃんの語り会ということになると思うんですが、はい、まあプロテスト結果報告ライブでも、まあ、だいぶ語ったとは思いますが、そうですね、まあ、ゴルフをしながら、まあ、ちょっと語っていきたいなということですね、はい。でまあ、プロテスト終わって、まあ、プレッシャーからもある程度解放されてこの成田コースの10番は広く見えてるんじゃないかなと、はい、いやまあどこ行っても関係ないですからね、まあ、しっかりね頑張っていきたいと思うんですが、はい、今日はちょっと皆様に発表があります。はい、ついにこの僕たちが着ているモックネックのシャツがですね、はい、販売になります。はい、でまあ、これは、受注生産になるので、皆さん購入手続きをしていただいてから少し時間をかかるんですが、はい、このモックネックのシャツですね、まあ、僕が鬼リピートして着てるんですよ。いやもうワッホーさんずっと着てますよね。サンプル品をずっと着てて、まあ、今回、はい、僕が普段着てるサンプル品と違うのは首元にワホマツの刺繍がなくなったんですね。あ、そうでしたね。あったんですけど、はいはい、まあ、胸にも入ったシリコンワッペン、まあ、これシリコンワッペンですね、はい、シリコンワッペンで右袖に、まあ、シリコンワッペン、はい、で後ろに、まあ、ワホマツと。ちょっとまっちゃんね申し訳ないんだけどシャツ出してもらっていいですか。はい、うん、で、まあ、シャツ出したここに、まあ、こういうちょっとねワンポイント入っています。はい、で今回ね、まあ、かなりねこだわった生地を使って、はい、まあ、値段が、7700円と。おー、いや正直僕その作っていただいてる方と連絡を取ってて、はい、大丈夫ですかと。いやちょっと心配に心配になって、もう これがでも値段 の、はい、その限界らしいんですよ。はい、ほんと安くして、で、まあ、このね素材かなり伸びるんですね。ちょっとまっちゃん袖もねかなり伸びて、はい、そうですごいね、こうなんていうのかな、僕も着てたんですけど、まあ、汗じみとかも、はい、まあ、ちょっとできづらい。お、まあ、確かにワッホさん着てても、うん、なんかよくワッホさん着てると、うん、この辺に汗じみが できるじゃないですか、はい、それも、まあ、できづらくて、で今回はカラーバリエーションが白と黒に なるんですよね。でちょっとまあ他のカラーバリエーションも考えてるんですけど、まあ、まずね皆さん着ていただきたいと思って、まずは白と黒から、はい、販売しようかと思います。で白結構光沢のある感じ、結構もう真っ白だね、はい、夏にぴったりだと思うんですよ輝くですね、輝く白でちょっとあれなんかズボンはどんよりしちゃうんだね、なんか僕も普段履いてるズボンってあんま白くないんだな、ね、まあ、これはねそういう色なんだけど、はい、で今回ね本当にこの服さ、まあ、僕とかもこういろいろモックネックのシャツ、まあ、ゴルフウェアのシャツいろいろ持ってますけど、はい、ここまで快適な服で7700円はマジビビるぐらい安いなと思います在庫処分してるんじゃないかと思っちゃういやそれくらいの感じなんですよ、はい、いや今ゴルフウェア、どこ、まあ、こういうシャツでさ、まあ、ちょっとね、まあ、いいというかいい生地のシャツを見ると、はい、大体1万3000円とか、まあしますね、まあ、1万5000円ちょっとブランドになると2万円超えるような、はい、感じなんですが、僕たちのこのワホマツモックレックシャツは7700円と、はい、いや本当に着やすくてすごくいいので、まあ、皆さんぜひ着ていただきたい、購入していただきたいなと思ってます。はい、まあ、白と黒かとれば僕たちお揃いと、いうことになるんですけど、はい、一応ねまあいろいろ調べましたよ。やっぱりモックネック、まあ、ダメなゴルフ場もドレスコードであったり、はい、モックネック3センチ以上かみたいなところも書いてありました。あー、そういうことですね。測ったんですよ、今日は俺朝、はい、3.2 センチあります。あ、3.2 センチギリギリだから、大丈夫です。はい、だからよっぽどのところじゃない限り大丈夫なんじゃないかなと。おー、その服としてね、はい、大丈夫かと思うんで、もう普通に着ていっていただいて、でまあ練習とかだともうね、あのシャツ出して
こうあれだし、まあ、カジュアルが OK なところでシャツ出しでプレーするのにもちょっとこうワンポイント入ってますから、はい、あのぜひね着ていただきたいなと思います。ちょっと変わっていただいて、僕が黒ですね。これ僕普段黒とか全く着ないんですけど、まあ、今日はちょっと色違いでスタイリッシュに見えますね。スタイリッシュに見えちゃいますよね、はい、見えちゃいますねで今回そのサイズなんですけど、はい、XL から 3XL まであるんですよ。はい、で、サイズがこれ XL なんですけど、僕が普段着てるやつより半サイズ大きいぐらいだね。だから僕はこのモックネックのシャツだと L でも十分着れる感じです。はい、普段皆さんが L 着てるとするじゃないですか、はい、他のシャツで。でこのシャツの、L を買うとちょっと大きいかなっていう感じします。僕はあの S か M か結構こう中途半端なところにいるんですよね、うんうん、でも今回もこれ S サイズ、S サイズでぴったりなんで、まあ、ぴったり、まあ、ちょっとこうゆとりがあるというかね。そうですね、この辺のゆとりはだいぶあるんで。これね、僕がこだわったポイントで、はい、僕やっぱりピチってしたのが嫌いなんですよ、とにかくまあもうずっと言ってますね、あのゆとりがないのが嫌いでそうバックスイングが出た時にそれが引っかかる感じとかがすごい嫌いなんで、ちょっとこう緩めに作ってもらって、この首元もちょっと緩めなんですよ。確かにそうです、ね、だから全体的にはちょっと緩めなんだけど、まあ、ピチって着たい人はちょっとワンサイズも完全に落として着ていただくとちょっとこういい感じで着れるんじゃないかなと思いますんで。いや僕は XS を XS だとちょっとなんか、はい、あれやってんな筋トレやってんなみたいな来年の春はちょっとあえてXS ピチッとちょっと割ってからね、はい、いやでもね、いや非常に着やすいんで、はい、ぜひ皆さんね、購入していただけると嬉しいかなと思います。はい、予約時期等はちょっとこの動画撮ってる時にはまだちょっとわからないので、動画の概要欄、はい、そして、ワホマツの、シャツ販売ページ見て、はい、書いてありますんでよろしくお願いします。お願いします。ということで太平洋クラブ成田コースの10番ホールをこのまま行くんですね。プレーしていきたいと思います。ちょっと準備あるんで、はい、ちょっと一回切りましょうか。わかりました。はい、はい、ではやっていきましょう。よろしくお願いします。僕からで、まっちゃんからもそれはプロテスト終わったばっかりのまっちゃんから。僕からでよろしいんですか。はい、すいません。なんかちょっと今日ねグリーンの更新作業をしてるんで、はい、語る動画が多めになると思います。よろしくお願いします。語る時間はありますね。語る時間がたくさんあります。しゃあ行きますか。いや和子さん緊張感出されてくださいよえ、分かった緊張感出してるの分かった。ワンちゃんコメントにありましたよ、落ちた時のコメントにいや落ちてるのよく喋るなと。もうえ落ちた時の動画ってことですか。あのライブにとんでもねクソコメントあったなと思って。ありました、うん、なんてこと書くんですか。いやもうね本当は喋りたくないけど喋ってんだよね。いやそれもそれでまたいやでもそうじゃん、はい、とんでもねクソコメントだなと思いましたけど。じゃあ行きましょう。はい、よろしくお願いします。右の木からフックでいくか。おーすげえハイドローだナイス。いやーシズに比べたら広いそして今日は、僕ビデオカメラ持ってきて 4K で撮ろうと思ったんですけど、はい、SD カードを忘れるという大失態を犯したんで散々準備してあえて、はい、今日僕の iPhone ですね、はい、iPhone であえて 4K で撮ってます。 4K の 30fps っていうのが分かんないけど、なんかそんな感じの。ちなみに和子さん今僕のボールはアップしましたか。アップしました。あ、じゃあアップしても大丈夫ですね、うん、アップしても大丈夫ですけど、やっぱりビデオカメラの方が綺麗だね、まあ、うん、僕も正直あの、まあ、その YouTube で、うん、見ました、あの動画を見ましたけど、うん、なんかいつもとやっぱ全然違いましたね。あれはまあ1080で撮ってるんだけど、はい、だから 4K で撮ったら綺麗なんじゃない多分。だから、まあ、ビデオで 4K 撮ってパソコンで編集すれば多分やっぱり綺麗にやれるんじゃないですか。僕たちもついに 4K ですかまあちょっとさ時間最近撮影に追われてないですからね。確かにそうですね。だからちょっとやれるんじゃないかなと
おやす、よろしくお願いします。よろしくお願いします。もしてえな、まっちゃんの。オーナーショットです。いや、ちょっと真ん中しか行かないわ。ワッコさんもなんか なんで真ん中行くんだろうね。ワッコさんもなんか終わったわけじゃないですよね。いや、俺はこれから始まるんだよ。ワッコさんが真ん中しか行かないわっていうとなんか終わったかね。いや、なんかやっぱり最近まあこういろんな各県、まあ、この間シズヒルズね、はい、プロテスト前行って優勝して棚ぐらい行ってとかいろいろ行ってるじゃないですか、はい、ティーショット打つ時に妙な安心感ありますね、自分で。あ、もうあそこに行くだろうっていう、あそこっていうか、なんかエラーはないだろうなみたいな。この間鶴舞もそうだけど、もう一球行きます、なんかこう構えた時に安心感がある。なんかちょっと左、ラフぐらいか。そんなこと言ってたらマッコさん大体2球目ですからね、やるの。2球目大体なくすんだよね。まあ、じゃあもう1球打つ。よろしいですか、はい、すいません。もうまあ僕も安心感ありますけどね。安心感、どうでした、あの正直プロテストの一発目とか、はい、朝一一番だったと思うんですけど、僕3日間ともアウトスタートだったんですけど、うん、まあ、僕インスタートより、うん、アウトの方が好きだったんですよ。あ、そうなんですね。なんかインは広すぎて、まあ広いですよね。広いのに左行っちゃダメだからね。はい、広いのに左行っちゃいけないのが嫌だったんですよ。あ、はい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 、1番ホールは、うん、まあフェアウェイを取られるのが狭いじゃないですか、はい、なので多少のミスを許せる。あ、そういうことですか。自分もいたし、はい、あのなんか右にバンカーがあって、うん、それが僕にとってはすごくこういい目標物だったんで、確かにね、そっか、あのまあ、3日間ともいいショットが、うん、まあ、今のような感じの球が打てたんで、うん、まあ、だからこそ10番、あ、そっか、イメージよく打てましたね。イメージよく、はい、2球目大事なんで、ちょっと2球目これ2日目だと思ってる。ちょっと僕ももう1球打とうかな、じゃあ。まだね、グリ更新作業してるんで、ね、穴開け途中なんであんまり早く進んでも。そうなんで、プロテストでも3日間ともやっぱ最初は緊張しましたね。はい、飛ぶ靴履いてんね、今日。そりゃそうですよ、飛ばしに飛ばしに行ってますからね、はい、もう右の木越えちゃっていいですか。いや、むしろ越えてほしいですよ、あんな木ぐらい。逆にあんな木ぐらい越えてくんないと困りますね。ちょっと越しに行きたいと思います。なんかプロテストで球高いな。あ、ちょっと曲がっちゃったから分かんなかったですね。すいません。いや、でもさ、はい、まあそんな、まあ、ちょっと、まあ、小声で言うけどさ、はい、プーマのさ、まあ、プロモーションやったじゃないですか、はい、その中のコメントに、はい、FJ を超えたのか、来週の動画が楽しみだなと言ってあったんですよ。今日 FJ です。別に超えたとか超えてないじゃないから、役割が違うから。そういうことですよね。ああ、そういう目で見ちゃダメだから。だ、はい、マッホさんのこと分かってないですね。分かってないし、で動画出したのが、6月の29日なんですよ、はい、で、まあ、販売が7月2日多分もう出てると思うんですけど、はい、結構みんななんか気になってるみたいで、はい、うん、まあ、一回ね店頭に行って履いてみるとこの感じはちょっと、あ、他の靴とは違うなと思うんで履いてみるのはいいかもしれないですね。僕はちょっとやっぱりまあやっぱいろいろありますよ。まあそれはもう、うん、小声で言うけどさ。っていうことでもう一球。はい、これ大事ですね。まっすぐしか行かないだろ、こんなの。はあ、挟んでる。残念な、ちょっと老けたな。いや、青さん一番キャリー出てましたよ。いや、でも本当に、はい、いい感じだな。あとさ、俺実はさ、
します、はい。まあ、ここ最近、まあ、動画、まあ、2週間くらい撮ってなかったじゃないですか。撮ってなかったですね。まっちゃんプロテストあったしさ。あ、すいません。で、はい、僕が最近好調なパタ、はい、大丈夫かな、別の案件動画あるけど大丈夫かな。パタ あれも含めてですね。あれはまあで使ってるパターンで、はい、まあ、シズヒルズワンバーディーセブン、あ、じゃあワンイーグルワンバーディー少ないんだよ。ワンイーグルセブンバーディー、はい、翌々日の棚倉、はい、8バーディーを取ったパター、実はね2ボールじゃないんですよ、これまだね、2ボールじゃない、え、アコさんが一時使ってた2ボールは誰が使ってるんですか。で、はい、あのなんかなんていうのかな、あの黄土色みたいな2ボールではないんですよ。あれじゃないんですね。実はパターンを変えて、はい、まあ、ちょっとこういろいろ試してる中、はい、まあ、いいパターと出会い今日持ってきてるんで、はい、まあ、多分動画では初登場だと思いますんでご紹介したいなと。このここの動画で出すにはちょっともったいないですね。いやいや、もったいないとかないから。ないですね。ないんで。だから、まあちょっと、ここ最近で、まあ、少しミニツアーで稼いだパターですね。はい、でも本当にパターを変えてからですよね。はい、でもそのパターも、うん、ああだこうだあったじゃないですか。ありましたよ。あれは解決したんですか。ありましたね、治りましたね。あ、治りましたか、はい、でパターこれ3万円で買ったんですよ。はい、30万円になりましたからね、賞金が。、はい、すごいですね、はい、あ、パターだけじゃないとは思いますけど。はい、でも3日で30万円になりましたから、すごいですね、うん、夢ありますね、なんか夢あるんで、はい、パター変えれば金稼げるんで。いや、まあ、まあまあまあ、マジっすか。いや、でもパターまあ、最初うまくいかなかったんだけど、はい、まあ、ちょっと練習して、まあ、それが少しずつうまくいって、まあ、今まだ練習中ですけど、はい、まあ、非常にいい感じになってきたと、いうことですね。なんか別に打ち方とかが変わったわけではないんですか。打ち方でもね、やっぱ変わりました。あ、変わったんですか。まあ、カッターパターは手元側が重いんで、はい、距離感の出し方とかは変わりましたね。あ、そうなんですか。ヘッドの重さが感じないんで、はい、ちょっと打ち方が違うというか、はい、というふうにはなってますね。あ、そうなんだ。まずいつもより飛んでんじゃん、こうさん。プロテスト帰りっすよ。売れてるね、みんなで。プロテスト前さ、あの木の後なんだよ、まほさん。え、一皮も二皮も向けて帰ってきたんですよ。向けて帰ってきたんだ。初日69ですよ。引っ張るね、それ。相当69こすってくんな、これ。69っすよ、アホさん。え、たかだか69じゃないですか。最近で69、聞いたことあります？確かになかったからね。はい。で、次の日76の75でしょ。やめてくださいよ。やってください、69までにしといてください。69までね。いい感じですね。ありがとうございます。まあ、ちょっと煽ってますね。ちょっと煽り、まあ、でもまあまあいいんじゃないですか。取り飛ばすというね、はい、とにかく球を捕まえるっていうのはもう今年のテーマですから。そうですね。まあちょっと待ちますか。わかりました。はい、ということで、更新作業が終わったので、はい、セカンド打っていきましょう。149ヤード、はい、アゲンストということで、一番右奥なんですかね。そうですね、あ、奥ですね。奥ですね、一番アゲンストなのかね。だからどうなんですかね、微妙な風です。風は右から来てそうですよね、うん、まあ、捕まりやすい状況ですね。ですね。はい。まあ、こういう時はもうピンまっすぐ向いて、はい、打っていって左流れて左に乗ってっていうプランですね、和穂さん。お願いします。8番アイアンでいきます。
です。ありがとうございます。うん、まあプラン通りですね。プラン通り。はい。いい感じでね出ましたね。試合帰りですから。試合が終わった2日後。2日後？木曜日に終わったんで。そうか3日後っすね。3日後っすね。それはもう体のああ試合1球でやってたんで暫定球とかはあんま打たないったんで、ね、はい、3日後っすね、はい、さあこっからじゃあ130ぐらいあるのかありますね。今日はピッチングと7番やんしかないの、まあ、ピッチングで手前めですね。だいぶ左行った。結構行ったな。ちょっと左に行ったボールも。あ、そうですね。カート道の方に。カート道になったんで。ボールありましたね。拾います。まあでもまっちゃんさ。はい。試合は続くわけじゃないですか。もう来週2試合ありますからね。来週2試合やって、はい、その翌週はワッホーさんが怒涛の、まあ、怒涛ですね。ワッホーさん成長を遂げた大洗に行きますから大洗、はい、大洗ゴルフクラブ様に行って、はい、この間僕が、まあ、優勝したあの茨城チャレンジトーナメントの次戦が大洗ゴルフクラブさんであるんで、はい、大洗でやって、その翌週はドゥーカスオープンに、あ、サミットゴルフクラブかな、はい、行った後、そのまま泊まりで、はい、石岡ゴルフクラブにて、はい、ゴルフメモの試合を2日間やって、まあ、チャンプですからね、歴代ね、はい、もうだいぶ前だけど6年前なんで、でもチャンプですからで成田帰ってきて、はい、まっちゃんと、はい、タカンと合流して、カタンさんとカタリストのカタリストのタカノと、はい、合流をして、はい、福島に向かい、はい、福島で棚倉電車クラブかな、はい、TD カップに出て、はい、でそれ終わったら高野に新白川の駅まで送ってもらい、はい、青森に移動してその日の夜にで次の日、はい、青森県プロアーマンをやり、はい、次のその日曜日に青森県プロアーマントーナメントやって、はい、で終わったら電車で秋田に移動し、はい南秋田カントリークラブで行われる、まあ、アベマツアー推薦いただいたんで、はい、まあ、出させていただくと1週間ゴルフやると。いやもう和穂さん何日連チャンなんですかね。16日から、はい、南秋田最終日まで残ると10日間、移動含めて連続で体力が心配ですね。ということで、はい、パターこちらです。トゥーロンですね。トゥーロンパター、まあ、オデッセイだったね、この時は、はい、今はもうオデッセイからトゥーロンは離れて、個人っていうか、トゥーロンさんがやってるんだけど、はい、オデッセイの時のトゥーロンで、まあ、こういうストロークラボのシャフトが入ってて、手元が重いんですよね、はい、でちょっと朝ね、ちょっとだけ鉛貼ったんですけど、これはなんてモデルか分かんないですけど、まあ、こんな形の、なら、オデッセイのイレブンと同じ形の、そうですね、まあ、線のやつで。まあ、インサートなしのモデルですね。これにして、まあ、成績が良かったんでバーディーラッシュしてるんですね。そうですね、バーディーラッシュしてたんで、まあ、これを使ってるという感じです。なんかちょっと点圧されてる感じがある。機械入って速くなってます。ナイスです。これは、8ミリですね。穴小さいね、はい、8ミリの深さ13センチですね、うん、細けえ、とんでもねえ細けえな。
まあなぜなら、うん、お昼に僕が調整したからそうなんだ。この細かい穴を開けて、まあもう今梅雨シーズンだから。そうですね、やっぱり水はけよくしたりとかいろいろあるんですね。水はけが良くなります。そうですよね、はい、13センチですからね。13センチ深いと。はい、8ミリなんだ。まあね、もっとあの大きい穴で砂を入れる時もあるもんね。あれは10ミリです、ね、10ミリなんだ。まあ、僕たちの中では10ミリって呼んでますね。はい、ちょっとね。さあ、プロテスト終わって一発目バーディー取れるのか。まあもうワッホさんの見てスピード感も分かってますからね。はい、フックライン。あれ惜しい。もうオーバーに入んないですかこれ。ジャストタッチっすよ、アホさん。違う、アホさん、そんな緊張感出さないでもらっていいっすか、アホさん。ダメですね。まさかね。あ、外すと思ってます、アホさん、うん、それはないですよ。はい、ということで、はい、まあ、今日はちょっと語りに語った、動画で、まあ、プロテストね、はい、終わって、一発目の動画ということなんで、はい、まあ、その服の宣伝も兼ねてだったんですけど、はい、今日はここで終わりにしたいと思います、はい。まあ、あのこの後も、まあ、練習行くので、まあ、また次回ということで、はい、今日はこの辺りで終わりにしましょう。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。いやよかったね、まっすぐ行って。いやもうまっすぐ行く気しかしなかったですし、うん、まあ、正直もうあのくらいの距離も外す感じはないですね。いやそれは通ってる人が言うんですよ。通ってる人が言うんですよね、はい、あ、そうなんですか、うん、落ちてる人はやっぱり、はい、もうちょっと謙虚に謙虚に。ワホさん、え、初日69ですよ。そこから落ちてってるじゃないですか。だからちょっとまずいっすね。あ、ワンデーなら。いや、ワンデーでもちょっとしか賞金稼ぎじゃないんですよ。だって14位ぐらいだったじゃないですか。で、大した賞金になってないんですよ。はい、まあ、そんなもんですね、現実ですね、それが。いや、まあでも、はい、まあ、今年はね、プロテストの1ヶ月ぐらい前まではかなり調子悪くて、まあ、あのロイヤルスターの勝負も、はい、本当ね、ひどい顔しながらゴルフしてましたけど、いや、まあ、あれから復活してね、まあ、あれ見ましたけど、うん、自分で、うん、いや、なんか、何やってんだよって言いたくなるような、いやそうだよね、はい、短いパター外し、アプローチでシャンクをし、シャンクしましたね。そうだね。まあ、ちょっとあの辺が一番ちょっとナーバスになった時期だったんだけど。いや、わざとワホさんあの時期にしました。いや、まあでも良かったんじゃないですか。まあでも、うん、なんか今までとは違う、はい、まあ、その1ヶ月前はちょっとひどかったですけど、うん、まあ、違う、まあ、2週間ぐらいを、うん、そのプロテスト前の2週間をこう過ごせて、ね、うん、まあ、僕なりにはいい状態でこう臨めたんで。そうですね、はい、お、大丈夫ですか。いや、なんかつまずくとかない。何もなかった。あれ疲れてんのかな。いや、ワッホさん疲れてると思います。疲れてないし俺は。いや、ワッホさん疲れてますよ。あら、はい、まあでもだからそういうね、うん、今年はまあ結果ダメでしたけど、そうだね、まあいい準備がでもできた年だったんで、うん、まあまたそう、今度は通って本当にいい準備ができたねって言えるような、うん、来年いい年にしたいなと。そうですね、まあ、今年からまあ来年かけて、はい、まあ、何かね、とにかく、まあ、俺が無理やりミニツアーとか試合連れて、引っ張ってくから運転手として。いや、もうだから運転してもらって連れてくから、そこでどこかでチャンス掴んで、はい、やっぱり順位入ってあれすると。いや、もうワンボさんが、うん、いや、この試合、運転手いないと無理だよな。え、つってもう8月の2日にある棚倉電車の福島県オープン、はい、まあ、僕、前回の TD カップで4位だったんで、はい、まあ、出れるんですよ。でも、まっちゃん出れないじゃないですか。そうですね。1人じゃきついんですよ。
なんとか次の TD カップで、はい、まあ、5位以内に入ってもらって、はい、でウェイティングもできるらしいから、あ、上位に行けば、そういうことですね。だから結局今度俺が、まあ、3位とか優勝とかしても、はい、一つ降りるわけじゃない、はい、だからなんとか上位ちょっとでも入ってもらって一緒に行きたいなと思ってるんですよ。そう思ってもしかして。そう思って、はい、でもいや本当に、はい、そういうチャンスを一つでもこうものにして、そうなんかまあ自信つけてそうそうそう、はい、今の俺みたいに、まあ、和光さんなんかこう試合に行けば行くほど自信ついてるような自信ついてるんで、そんな感じですもんね、はい、だから行ってチャンスつかめばどんどんなんプロテストも多分そんなプレッシャーも多分なくなってくると思うんで、いや絶対違うと思うんだよ、はい、だからね頑張って運転手兼選手として来てください。わかりました。ということで終わります。はい、よいしょ、よいしょ。